ちは、日本改革党靴沢です。ゆうみ様、津島陽子様、陽一様、札幌のばあさん様、ももちゃん様、あや様、泉は嘘つきで嫌い様、年賀状いただきました。ありがとうございます。中華太郎様、中江様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と、河野太郎との裁判費用に充てさせてもらいます。能登地震でお亡くなりになった方に通信でお悔やみ申し上げます。行方不明の方のご無事と救出を願っております。石川県警さん、1月7日午前8時から緊急輸送車両などを早く被災地へ到着させるため、下記の区間において一般車両通行止めの規制を実施します。発表になっておりました。なんだーってできるならもっと早くやってくれよって話なんですけどね。5時間半かけて共産党議員が行ったりなんかして、混んでて50キロ移動するのに11時間かかるとかそういうですね、致命的な渋滞が発生してて物資がなかなか届かない、ニュース昨日もやってましたけども、緊急事態条項が世界唯一ないと、こういう時に命令できない欠点があるんですよね。この通行止めもですね、建前は警察からのお願いっていう建前になってるんですけど、まあ断れないんですけどね。これで、物資の停滞が解消されるといいですね。遅いけど、石川県が非常事態宣言、全職員で災害に対応、仕事始めの席で決めたんでしょうかね。これ議員とか全部集まって、議員は関係ねえか、部長だの教育長だの危機管理部とか集まって決めたんでしょうか。こういうのって知事の一存じゃできないんでしょうか。遅いよね。東京新聞の望月磯子も遅いって、非常事態宣言するのが震度7の時点で、非常事態だよね。日本政府、郵便公社の民営化はやめる方針で話し合いを開始したそうであります。驚きました。需要激減、ネガジョナが減ってるし、メールで済ませちゃうし、赤字不可避の郵便事業、赤字不可避、お手紙やらはがきやらは赤字が不可避である、を他のですね、金融と保険事業で支えるって立て付けを確立するため、いろいろ決めるみたいであります。これから今でもですね、後者ってことで完全な民営化はなされて、いませんでしたけれども、完全民営化に向けて進みますっていうのをやめるっていうことなのか、昔みたいに郵便局員は公務員ですってなるのかは不明であります。小泉政権がですね、やったことを否定できるのが自民党の強みかな。消費増税した野田政権の否定になっちゃうから、立憲は消費減税を言えてないですもんね。あと自分らの非を絶対認めない共産党とか、過去の自分たちの商業を絶対に否定できない共産党とかね。これなんでかっていうと、政権分離できてねえから、共産党は。権力も権威も欲しいから、自分らは間違いを一切犯さない完全完璧な存在って、言い張ってっから、です。共産党のムービューっていうので検索してみてください。ドコモと au、戦場基地局設置で電波を回復させたと発表。停泊船をですね、基地局として利用するんだろうか。おいソフトバンク、残念ながらソフトバンクはなしであります。こういう基地局持ってないんだって。残念ですね。東京のベンチャーが開発した一坪程度のテント型の簡易シャワー大活躍。水循環システムで100リッターの水で100人がシャワーを浴びれるという、代物です。宇宙船に乗せられそうですね、これね。東京地検特捜部、二階俊博元幹事長、任意で事情聴取。まあ任意って言っても、まあ断れないんですけどね、これも。これより上の大物となった麻生さんと岸田かな。清和会と二階派は
派閥事務所を家宅捜索されてるんで、限りなく黒なんで、二階が、聴取されるの、取り調べるのは、まあ、しょうがないか、そうだよなって話なんですけど、岸田派は、過少記載を指摘されてたから、岸田聴取はあるかもしれないですね。現役総理が取り調べって、田中角栄以来でしょうか。現役総理が、事情聴取って、田中角栄以来でしょうか。麻生派はガサ入れもないし、何も言われてません、今んとこね。裏金作りやってないかもしれないな。そんな目やんなくても、お金余ってそう。どん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 集まってきてね。2回の取り調べに余計なこと言うなって、中国共産党が焦ってるかもしれないですね。福島みずほ、18日から20日、20日、中国に行ってきますと発表。こんな時に指令を聞いてくるんだろう。呼びつけられたか。全然隠してないなど、大好評を博しておりました。羽田空港衝突事故、日航記者会見で、朝日新聞記者、着陸許可は出ていたのか、日航、事故原因の根幹に関わる、確認中、申し上げられない、朝日、出ていたという認識か、日航、通常は出ているものと認識している、この時点で同じ質問2回ですよね、朝日、事故原因がとかじゃなくて、御社の信用にも関わることなんですよ、JAL、現状で断定的なことは申し上げられない。御社の信用って、世界一信用がない朝日が言うかと、一度大爆笑、ネットを笑いの渦に巻き込んでおりました。バカじゃないと、朝日新聞なんてやってられないのかな、朝日記者なんてな。それにしつこいし、何回も同じ質問して。これぞですね、バカほど自己評価が高いっていう、ダニング・クルーガー効果の、実例なのかなーっていう、元共産党議、共産党員、公認候補、県会議員の公認候補だ、東郷優子、これ言うと本当に消されちゃうかな。なぜ、地元の灘民衆と共産党地区委員会が今まで私の存在をひた隠しにしてきたか。なぜ、ひた隠しにしてきた。私が灘民衆が行ったコロナ持続給付金の不正受給者の名前を何人も知ってるからですよ。この方ですね、灘民衆の M 事務局長が組織ぐるみ給付金詐欺やってることを告発してですね、共産党を除名になってました。詐欺は立派な犯罪なんだけど、警察何してんのかな。この URL のリンクで、詳しく記事載ってるんですけれども、1から100まで嘘とは思えないような詳細書いてありました。6日13時半ごろ、60代の女性を線路に突き落とした39歳男逮捕。舞台は品川駅。女性には額に怪我。大事にはならなかった。死ぬまで塀の中に入っていたいからやった。これ、気違い無罪になっちゃいそうなやつだな。万引きして捕まって、釈放されたらすぐ万引き繰り返したら、一生入れんのにさ、刑務所にさ、刑務所に行きたいっていう自分の欲望のために他人の命を犠牲にしようっては許せないですね、こいつね。しかもか弱い女性だしね。屈強な男を突き落とすとかそういうことじゃねえんだもんね。やれそうなとこからやるっていう、そういう頭は回るんだな。池上彰、毎日新聞11紙を1時間20分かけて読みますと発言。だから不法滞在者の犯罪率が高いっていうデータはないとか言っちゃうバカになっちゃったんだと納得。不法滞在者は不法滞在の時点で全員犯罪者ですからね。1試合あたりたったの7分しかかけてねえじゃねえか。それじゃ見出ししか見てないんじゃないのいう話であります。今日はちょっと用事がありまして、短めに、なりましたけれども、能登地震心配ですね。しかしまあ正月挟んじゃって、なんか緊急事態宣言も後手後手だし、全く嫌になっちゃいますねという話であります。デトックスジャパン。